クアーレ看護の報告を始めたいと思います。前回らしくアーレの看護のこれまでを理念を踏まえて件数の推移や目標とする看護を通して報告をしました。これからについて目標に向け看護技術の連携の強化、身体コーディネートのさらなるステップを課題として掲げ、これらのことに取り組むことを報告しました。次にこれらの取り組みについての経過について報告したいと思います。看護ミーティングの開催は現在全体のミーティングの後に週1回開催中です。自己評価表の導入、検討会の開催については、まだ課題として残っております。体験事例の記録表の作成については実施し、現在活用をしております。看護とリハの協力体制はコミュニケーションが増し強化を図っています。ただ今回、後にも述べますけれども、平成30年度の介護報酬改定により看護のアセスメントが必要ということで、新たな課題に直面しているところです。すいません。これについては前回の報告で流れを、申しましたが、体験事例の評価表についてです。記録表をもとにフィードバックアウトを実施し、次回の介入、利用者の別の利用者への応用、別の職員の引き継ぎに役立て、看護職員の教育につなげるということを目的としています。これが体験事例記録表の実態です。事象に対し判断行動したことを看護ミーティングで情報交換をします。その中で問題を抽出し、評価考察により次の看護展開につなげていくという流れになっています。例えば、骨折手術の創傷がなかなか完治しないという事例に対し、本人さんの不安、焦りというのが問題と出てきています。で、精神面、経済面の支援が必要ということで、考察、評価を加え、医療機関との連携、指定難病の申請の実施、またはセカンドオピニオンの効果を得るための取り組みなどをして、プロセスが続いている状況にあります。このようなことを取り組んだ結果、ディスカッションが具体化し、ここの意見の増加が図られ、ミーティングの活性化ができています。事例を共有することで利用者の経過を具体的に確認し、情報の共有化ができています。フィードバックアウトの流れが確立しつつあり、教育マニュアル化の土台作りに役立っています。このような結果から、前年度目標に挙げました看護技術連携の強化、またコーディネート看護のさらなるステップというところはできているのではないかと評価したいと思います。これは、前回の報告から以降の看護件数の推移です。参考までにご覧ください。今年度の目標です。現行の取り組みに加え、自己評価の実施し、自己分析をしていきます。研修会の参加で自己研鑽に励んでもらいます。看護職員の増加が予定されており、自己評価のを生かした看護教育のマニュアル化を図っていきます。平成30年度の介護報酬改定で、セラピスト単独の訪問に看護師の訪問でアセスメントが必要となりました。引き続きセラピスト
看護、他事業所との連携強化が必要となり、図っていきたいと思います。最後になりましたが、優しい眼差し、手当、らしくあれの看護の理念は、これからも寄り添う看護、丁寧な看護を目指していきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。